またこれが来た。ほら、日付が変わらない。当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い、自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。多趣味道無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。またこれが来た。ほら、日付が変わらない。だいぶ昔に治したことがあるこの症状、そう、日送りができなくなるんです。ある一定のところから動かなくなる、自信がね、動かなくなるんですよ。これ以前に治したことがあるんです。ほら、ピク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 、そこから動けないでいるんだよね。またプルプルだな。ではムーブメントを見ていきましょう。まあ、かれこれ1年か1年ほど1年半ほど前に直したことがあります。触ったことがあるムーブメントです。うん、3186ムーブメントと呼ばれてるやつですね。以前にも直した、触ったことがある、同じ症状です。なのでね、リンク貼っておきます。動画に乗っかってますのでね、そちらリンク貼っておきますので、そちらをね、ちょっとご覧ください。どんどん針を抜いて、ではムーブメントどうなっているのか見ていきましょう。これはかなりオリジナルに近づけていますので、 GMT 針が2番目になります。一番下が地震、端子が一番下、その上に GMT 針なので、オリジナルと同じ針のその重なりになってますね。うん、これはやはりクローンムーブメントなのかなと思ってますが、どうもこの先違うんです。見てください。ん、見たことありますよね。なんか見たことある。しかもこれカレンダー、なんか貼ってねえか。これ貼ってるよね。なんか見たことあるムーブメントですよね。あれと思って、これ12130だぞ。これは2130、ハリボテだな。これハリボテだ。そう、きっちりとロレックス3186の刻印がされてますが、これどう見ても2130なんですよ。 ST2130 です。あれと思って、こういうのもあるんだね。うん、以前も多分これだったんでしょう。同じものですから、以前と同じものです。うん、じゃあ以前は気づかなかったんだ。てかそこまで知識がなかったからね。1年ほど前はそこまで知識がありませんでしたから、分からなかった。何が壊れるの。3186じゃない、3186じゃないです。これほら、これは ST2130 を改造してる。あ、マジか。そんなことより不具合ポイント、これです。これを一つ取った後に出てくる中にバネが仕込んであるんですが、それが破断してます。そうすることにより、そう、カレンダーの送りの歯車を動かすことができないんですよ。そう、ここでピクつくんです。その歯車を送る力、カレンダーを送る力、バネの破断により力を送れてないんだよね。ではこの3186ムーブメントしっかり見ていく。これね、ここはハリボテになってるんだよね。
ST2130 とかだと思うよ、これ。よっしゃ。ほら。ツインブリッジではない。ここ多分ダミーだから。ツインブリッジではない。そしてここもダミー。これをめくるとやはりほら、見えてきた。ここダミー。両面テープ。そう、こうなると見覚えありますよね。 ST2130 です。そう、刻印だけされてベースが2130なんだと思います。見たことある。そう、ほら、切り替え車もあの大きさ見たことある。切り替え車、刻印はね、きっちりされてますからね。ここは ST2130 とか系だね。枝系だね、これね。オリジナルはローターはこのビスで外さないようになっています。なんていうのかな、ストッパーがついていて、それでまあ外すんですけどね、ちょっと違うなっていうか、あれがね、あそこがダメなのに。そう、ここは両面テープをきっちりつけてあげて、これはツインブリッジに似せるためにこれがなってるって。ツインブリッジもどきを戻してあげれば、完成。なんだか、これはね、同じじゃないな。これがダメだな、これ。でもまあ、ムーブメントを買いましょう。ムーブメント交換になりますが、売ってないんだよ。必死に探しました。それでも売ってないんだよ。マジで？どうすんの？ということで、なかった、探しても。このムーブメントはね、1年ぐらい前に修理したことがあるんです。ムーブメント、以前と同じ症状です。今回も。あの、中のバネが破断してる、全く多分それです。で、まあ、それが破断してるもんだから、この、なんていうかな、カレンダーを送れないんだよね。これね、以前直したそのリンク貼っておきます。見てください。それと全く同じムーブメントで、3186というムーブメントなんですが、ベースがね、ST2130 です。まんまそれです。見たことあるなと思って。大体にしてカレンダーが、カレンダーが貼ってるから、なんか変だなと思って。1年前はね、そこまで知識がないから気づかなかったんだね。今回はね、なんか変だなと思って、あれ系のクローン系のムーブメントにカレンダー貼らないでしょ貼ってるなと思って、あれと思ってさ、よーく見たら切り替え車がまんま、ほんと ST2130 でした。うわと思って、それに刻印してるだけでした。でハリボテもあったし、だからツインブリッジじゃないんです。ハリボテですからね。で、まあ、このムーブメント、要はオリジナルに近い針の動きなんですよ。この単針で持って日付を変えていくタイプなので、オリジナルもそうなんですよ。単針でこの日付を変えていくんです。だからちょっと日付の変更がね、めんどくさいんですけど、オリジナルにこう似せてるムーブメントで、で、まあ、ST2130 はね、ヒグ早送りで送るんですよ。それをしてないっていうことなんですよね。なので、あの真ん中のところにバネが仕込んであります。それが破断してるんですよ。全く同じ症状で、見なくても分かるんですけどね見なくても分かるようになっちゃったんですけど、で、それを買おうと思ったらない、売ってない。と思って、たかだか1年前だよ、修理したのは1年ぐらい前ですね。1年半ぐらい前かな。売ってない。もう売ってないんだね。もっと違うのになってた。3286とか、そういうのあったっけ。そんな感じ。全く本当にクローンに近づけてる感じだね。クローンに近づけてるっていうか、もうオリジナルに近づけてるから、今のこの2130ベースのやつは用なしになったっぽいね。売ってなくてさ、どうしようと思って。
で、まあ、ST2130 と今のその3186の違いっていうのがやっぱりあって、オリジナルに近づけてる ST2130 だと思った方が思う感じかな、イメージはね、俺が思ってるだけですけど、自信が一番下なんですよ。オリジナルもそうなんです。 GMT って自信があって、 GMT バリがあって、分身秒身なんですよ。一番下が単身なんです、自信なんです。だから一番下に GMT バリがあるのはちょっとこう重なった時に分かっちゃうんだよね、うん、そういったあれがあるので、それに近づけるために今回のムーブメント3186 ST2130 をこれにしてるんだろうね。だから単身とか GMT の歯車だね、あそこのこの重なりがちょっと違うんですよ。違く作ってある用のこのムーブメントです。もう売ってなくてさ、いやどうしようと思って、絶対壊れてるポイントはあそこなんですよ。まあ、絶対にあそこって分かってるんです。それがないと動かない、動かされないんですよ。なのでどうしたか、次回に続きます。どうしたのか、これをどうしたのか、次回ちょっとやってみますから。で、まあパーツは買ったんですけど、とあるパーツを買ったんですけど、何を買ったのか、そしてはたまたそれで治るのかどうか、正直ね、もう賭けでした。これで治るとも限らずに、これで治るというのも思わず何言ってた、これで治るとも確信はなかったです。でも買ってみました。次回じゃあそれどうなったのか、買ったパーツが正解なのか間違っていたのか、次回じっくり見ていきましょう。ってことで後編に続きます。後編も楽しみにしておいてください。いやー、これだからね、コピーってね、すぐなくなったりするの、困るよね。Thank you.